南アフリカ大型望遠鏡は、南アフリカ共和国、サザーランド近郊に設置されている、合計10メートルの下肢光赤外線望遠鏡である。南アフリカ天文台が、ポーランド、アメリカ合衆国、ドイツ、ニュージーランド、イギリスとの協力のもとに運営している。ソルトは、91枚の球面鏡からなる合計10メートルの六角形の、主鏡を持つ。 これは南半球に設置されている高学赤外線望遠鏡としては最大光景を誇る。2000年9月に建設が開始され、2005年9月にファーストライトを迎えた。撮像装置ソルティカム、分光装置 RSS、アワーズを備え、波長320ナノメートル2500ナノメートルの可視光、近赤外線を観測することができる。 国立天文台ハワイ観測所スバル望遠鏡や VLT 等の一般的な望遠鏡とは異なり、それとの主教面は水平面から37度傾いた状態に固定されて設置されている。そのため高度方向の駆動はできず、水平回転のみが可能な構造になっている。これはテキサス大学のホビー・エバリー望遠鏡と同じ構造である。 このような仕組みを採用することにより、高度方向の駆動をしなくて良いため望遠鏡の構造が簡単になり、建設コストが抑えられる。傾いた重鏡の焦点面には、各種観測装置が設置されている。一般的な望遠鏡ではこの焦点面は固定されているが、ソルトの場合は、焦点面に設置された観測装置が移動することによって、 望遠鏡本体が高度方向に駆動するのと同じ働きを実現している。これにより、赤位マイナス75度からプラス10度までの範囲にある天体を観測することが可能である。同様に、焦点面装置を移動させて観測を行う望遠鏡としては、電波望遠鏡の荒れしぼ点問題がある。上記のように望遠鏡本体が高度方向の駆動を行わないため、 望遠鏡を取り囲むドームの構造も独特なものになっている。高さ17メートル、直径26メートルの円筒状の建物に、望遠鏡周辺の空気の乱れを軽減するための61枚の窓があり、その上に半球状のドームが乗っている。ドーム開口部はよくあるスリット状ではなく、ドームの一部分がスライドして大きく口を開く形状になっている。 やや形状は違うが、福岡ドームの屋根と似た構造である。また、ドームの隣には、極立中央調整センサータワーと呼ばれる、高さ34メートルの構造物が作られている。円筒形のタワーの上に、球状の構造物が乗った形になっている。この構造物は、それとの外観を印象的なものにしているが、これは、主教の調整のために使用される。 ソルトの主鏡は91枚の六角形球面鏡からなっているが、それらを精密に調整し、全体として1枚の球面鏡として機能するようにしなければ、望遠鏡本来の性能を達成することができない。このため、カスタワー頂上部に取り付けられたセンサーによって、主鏡面を測定し、各球面鏡の向きを微調整することによって、 主教面全体より理想的な球面に合致させるので、ある。ありがとうございます。